稲子豆は、地中海地方原産のマメ科ジャケツイバラ科の常緑香木。ギリシア語で、稲子豆の実を、カッパイプシロンロータウヨタオメガニューと言い、カラットキャラットは、このギリシア語名による。稲子豆という和名は、英語でその種子を指すローカスとビンの分け。高さは10メートル以上になる。地中海沿岸のような温暖な土地でよく育ち、乾燥に耐える。葉は偶数状複葉で、全体は長さ20センチメートルほど、5成する。雌雄こと花で、普通は雌雄異種。花は秋に咲き、赤いが花弁はなく、草状花序となって枝、または幹につく。果実は角張って細長い頭花で、動物の角あるいは、イナゴを思わせる形をしている。熟すのに、丸1年ほどかかる。豆のさや、果肉、または、種子が、食用、飼料、食品原料などに利用される。特にさやと果肉が、キャロブと呼ばれる。さやの中には、黒い果肉と種子がある。果肉は糖分を含んで甘く、そのまま、または干して食用あるいは、食品原料にする。種子は飼料にすることが多いが、コーヒーの代わりにもされる。特に多糖類からなる、ローカストビーンガムを多量に含むため、これを抽出し、増粘安定剤として、食品添加物や化粧品原料などにする。また、イナゴ豆のさやから抽出されるピニトールには、血糖値の改善効果が期待できる。現在は、地中海沿岸の他に、アメリカ大陸などでも栽培される。稲子豆は、地中海東部で古代から食用にされ、古代エジプトでも甘味料として用いられた。サトウキビが利用される以前は、砂糖の原料として、最も重要であった。干した稲子豆は、ユダヤ人の祭日トゥビシュバットに、アーモンドや干しぶどうと共に食べられている。種子やさやは主に動物の飼料とされた。稲子豆は、新約聖書の各福音書とタルムードに言及されている。新約聖書時代、豆の収穫後、甘みのあるさやは昼間子供たちが外で食べるようにと持たされ、また、家畜の飼料でもあった。放蕩息子の例え話では、放蕩息子は財産を使い果たした後飢えて、飼料であるさやさえ食べられなくなり、父の元に戻る。また、新約聖書の福音家たちは、洗礼者ヨハネが荒野でイナゴと野の蜜を食べたと記述している。の記述では、イナゴと野の蜜=イナゴ豆のさやとされている。ヨーロッパの多くの言語ではこのさやをヨハネのパンと呼び、その豆をひいて得た粉は、ヨハネのパンの種の粉を意味する名称で、増粘安定剤、ゲルカ剤として利用されている。またイスラム教のラマダーンの時期には、イナゴ豆から作った飲料が飲まれている。イナゴ豆の乾燥種子の重さは約 0.2g ほどで均一なため、重さの単位カラットの語源ともなったとされる。しかし、実際にイナゴ豆を個別に、電子天秤は仮で計量すると 0.10g から 0.25g の間でかなりのばらつきがあり均一ではない。このことから、イナゴ豆が、宝石の取引に用いる粉銅として機能したかどうかは疑わしい。しかし、何らかの理由により取引の道具に利用されたことは推察できる。ありがとうございます。